マーガレット・サッチャー。サッチャー助シャク・マーガレット・ヒルダ・サッチャー。LG、OM、PC、FRS。1925年10月13日から2013年4月8日は、イギリスの政治家、一大貴族。旧姓は、ロバーツ、ロバーツ。イギリス保守党初の女性党首、在任。1975年から1990年、イギリス初の女性首相。 在任、1979年から1990年。1992年からは、貴族院議員。保守的かつ強硬なその政治姿勢から、鉄の女、の異名を取ったことで知られる。リンカンシャー州グランサムで、食料雑貨商の家に生まれる。父、アルフレッド・ロバーツは、地元の名士であり、市長を務めた経験もあった。 サッチャーの成果は代々メソジストの経験な信徒であり、成果の家訓であった、失素倹約、自己責任、自助努力の精神はサッチャーにも色濃く受け継がれた。父、アルフレッドを非常に尊敬し、サッチャーは人間として必要なことはすべて父から学んだと、たびたび口にした。オックスフォード大学で科学を学び、1947年に卒業する。その後、 研究者の道に進み、ライオンズ社に就職した研究者時代にアイスクリームに空気を混ぜてかさ増しする方法を研究したことがある。コロイド科学が専門であり、ラングミューアブロジェット幕の研究を行っていた時期もある。一方、大学時代にはフリードリヒハイエクの経済学にも傾倒していた。この頃に培われた経済学に対する思想が、後の新自由主義、ネオリベラリズム、 によりはエリザム的な経済改革、いわゆるサッチャリズムの源流になった。1950年、保守党から下院議員選挙に立候補するが、落選する。翌1951年に10歳年上のデニス・サッチャーと結婚し、法律の勉強を始める。1953年には弁護士資格を取得する。なお、この当時は、助権拡張について強く訴えていた。 1959年に会議員に初当選を果たし、1970年からヒース内閣で教育科学省を務める。この時、教育関連に予算を削減する必要に迫られた。サッチャーは学校における牛乳の無償配給の廃止を決定し、ミルク泥棒、マーグロット・サッチャー、ミルク・スナッチャーとそしられるなど、猛烈な抗議の嵐を巻き起こした。 1974年の選挙で保守党は敗北を喫し、翌1975年2月に保守党党首選挙が行われる。当初、サッチャーは党内右派のキース・ジョセフを支持していたが、ジョセフは数々の絶貨を巻き起こして党内外から反発を受け、立候補を断念した。そのため、右派からはサッチャーが出馬する。教育科学省の経験しかないサッチャーの党首選への 出馬を不安し凄いも多かったが、エドワード・ヒースを破り保守党当初に就任する。同年、イギリスを含む全35カ国で上院、採択されたヘルシンキ宣言を通列に批判した。これに対し、ソビエト連邦の国防省機関士、クラスナヤズ・ベズダ、赤い星、現在でもロシア連邦国防省機関士として、観光は1976年1月24日号の、 記事の中で頑固なサッチャーを鉄の女と呼び、非難した。この鉄の女の呼び名は、サッチャーの強硬な反響主義を揶揄するためのものだったが、皮肉にもサッチャー自身が気に入り、またその後あらゆるメディアで取り上げられたために、サッチャーの代名詞、愛称として定着した。1979年の選挙では、20世紀以後に継続されてきた。 幸福市の社会保障政策、社会保障支出の拡大継続と、経済の規制緩和、水道、電気、ガス、通信、鉄道、航空の民営化による、イギリス経済の競争力強化を公約に掲げ、保守党を対象に導く。なお、総選挙の際、2週間で体重を9キログラム減らす、ダイエットを実施していたことが、サッチャー財団の保管していた資料から、 明らかになっている。仮に首相に就任すれば、報道への露出が増すことを想定し、実施したと推測されている。ダイエットの中身は食事のコントロールが主で、卵を1日に4個から6個食べる、肉や穀類を減らす、好きなウイスキーなどのアルコール飲料は、週4日までに制限、完食を断つといった内容だった。選挙後、女性初のイギリス首相に就任した。 イギリス経済の立て直しを図り、政府の市場への介入、過剰規制を抑制する政策を実施した。こうした経済に対する思想は、新自由主義あるいは新保守主義と呼ばれ、理論的には、エドマンドバークやフリードリヒハイエクの保守哲学、同じく、ハイエクやミルトン・フリードマンの経済を背景にしていると言われる。エドワード・ヒース内閣での教育大臣だった時代、サッチャーは、 中道政策に反対しなかった。しかし1979年に首相になる頃には、高派のマネタリズム支持者になっていた。27%を記録したインフレーション率は、非効率な国営産業や、混合経済の失敗が原因なのだと、流言することに成功した。そのインフレ率は、第四次中東戦争とその後のイラン革命などで、 原油価格が高騰したことと大きく関係していたにもかかわらずである。1982年に南大西洋のフォークランド諸島でフォークランド紛争が勃発する。アルゼンチン軍のフォークランド諸島への侵略に対し、サッチャーは艦発を入れず艦隊、爆撃機をフォークランドへ派遣し、多数の艦艇を失ったものの2ヶ月の戦闘の結果、6月14日にイギリス軍は ポートスタンリーを陥落させ、アルゼンチン軍を放逐した。サッチャーの強硬な姿勢によるフォークランド奪還は、イギリス国民からの評価が極めて高い。この際、人命に変えてでも、我が英国領土を守らなければならない。なぜならば国際法が力の行使に打ち勝たねば、ならないからである。領土とは国家そのものであり、その国家なくしては、国民の生命。 財産の存在する根拠が失われるという意味と述べた。イギリス経済の低迷から支持率の低下に悩まされていたサッチャーは、戦争終結後、我々は決して後戻りしないのですと力強く宣言し、支持率は73%を記録する。フォークランド紛争をきっかけに、保守党は、サッチャー政権誕生後2度目の総選挙で勝利し、 これをきっかけにサッチャーはより保守的かつ急進的な経済改革の断行に向かう。1984年10月12日、保守党党大会開催中のブライトンにて、投縮していたホテルで IRA による爆弾テロに遭っている。議員やその家族など5人が死亡、30人余りが負傷した。1986年のコモンウェルスゲームズ大会では、 サッチャー政権の南アフリカのアパルトヘイト政策に抗議した32カ国が大会をボイコットした。イギリス連邦に属する国家や地域がアパルトヘイト廃止のために経済制裁を支持していたが、サッチャー政権はイギリスの貿易と経済への影響を考え、経済制裁には反対していた。サッチャーは若年期にナチスドイツとの激しい戦争を経験しており、 そのため、ドイツに対して強い警戒心を持ち続けていた。東西ドイツ再統一にあたっては、フランスのミッテランと共に強い懸念を持っており、特にサッチャーは、統一が実現すれば、英雄となるコールが、第2のヒトラーとなり、第二次大戦前までのドイツの領土すべてを、要求してくるという考えにとらわれていた。また、コールはドイツが分割された理由を分かっていないと、憤通り、 ベルリンの壁崩壊の翌日、連邦議会で西ドイツの議員たちが自発的にドイツ国家を歌ったという報告を聞いて戦慄したという、保守的かつ急進的な改革を断行する強い姿勢から3度の総選挙を乗り切ったサッチャーだったが、任期の終盤には人頭税の導入を提唱して、イギリス国民の強い反発を受け、また欧州統合に懐疑的な姿勢を示したため、 在会からもイギリスが欧州統合に乗り遅れる懸念を表明する声が上がり、1990年の党首戦では1回目の投票で過半数を獲得したものの2位との得票数の差が15%以上に達せず、規定により第2回投票が行われることとなったために求心力がさらに低下し、結局11月22日に首相及び保守党党首を辞任する意向を表明した。 なお、辞任を表明した日が西洋史上有名なケネディ暗殺の日でもあったことから、なぜこの日を選んだのか。この辞任劇の背後にケネディ暗殺に関わる勢力がいたことを暗示しようとしているのか。など一部で疑問や憶測を読んだ。1992年からは貴族院議員を務め、政治の表舞台から退いた。2008年に長女キャロルが、 サッチャーの認知症が進み、夫が死亡したことも忘れるほど記憶力が減退していることを明かし、2008年8月24日付の紙が商法を掲載した。それによると、8年前から発症し、最近は首相時代の出来事でさえも詳細を思い出せなくなってきたとしている。一方で、サッチャーの功績に関する書籍を出版したイアンデールは、 2010年にサッチャーと面会した際には、目の前の出来事を把握するのに難があったものの、首相時代の記憶は、はっきりしていたと証言している。2012年12月21日、暴行にできた腫瘍を取るため、入院し、手術を受けた。2013年4月8日、脳卒中のため死去したことが、サッチャー家のスポークスマンより発表された。サッチャーの死が報道されると、 イギリス国内からは、キャメロン首相や労働党のブレア元首相から、また国外から、アメリカのオバマ大統領、ドイツのメルケル首相、日本の安倍晋三首相といった現職の指導者らが、相次いで、深い追悼の意を表明した。とりわけ首相在任中に、鉄の女の異名を取ったことから、メルケル首相のほかオーストラリアのギラード首相、韓国の朴槿恵大統領など、各国の女性指導者が、 サッチャーの業績を称えるコメントを出している。他に彼女と同時代の指導者である旧ソ連のゴルバチョフ元大統領、日本の中曽根康弘、元首相などからも深い追悼の意が寄せられた。また中国外務省も定例記者会見で香港返還に大きな役割を果たした。と哀悼の意を示した。しかし、サッチャー政権期の1982年に フォークランド紛争をイギリスと戦い敗北したアルゼンチンのキルチネル大統領はサッチャー死去に関して沈黙している。なお、フォークランド諸島の住民はサッチャーの死去を深く悲しんでいる。イギリス政府はサッチャーの葬儀を4月17日にセントポール寺院でエリザベス女王とエディンバラ公の三列を賜る純国葬にすると発表した。サッチャーの棺は霊柩車で ウェストミンスター宮殿からトラファルガー広場のあるホワイトホール地域を通過しで大砲馬車に乗り換えセントポール寺院に至る首相経験者の葬儀に国王エリザベス女王が参列するのは1965年に亡くなったウィンストン・チャーチル以来48年ぶりであったその一方でイギリス各地では首相在任中のいわゆる サッチャリズム政策によって圧迫された労働者階級や元教員の間で彼女の死を祝賀するパーティーが見られた。さらにネット上にはサッチャーによって地獄が民営化されようとしています。サッチャーが地獄に落ちてわずか20分で地獄のかまどが3つ廃炉になった。などと首相在任時期の小さな政府政策と絡めて批判するコラージュが登場した。また、 金を鳴らせ。悪い魔女は死んだ。映画、オズの魔法師の挿入歌が、英国音楽ダウンロードチャートの1位となった。また死者に捧げる言葉、リップを、鉄の女の異名にかけて、安らかに口を、ラストインピースとして批判する者もいた。4月16日午後に、サッチャーの棺は、ウェストミンスター宮殿に運ばれた。宮殿内の教会に棺は安置され、 近親者による葬儀が取り行われた。翌4月17日に、サッチャーの棺は、宮殿からホワイトホールを経て、クレメントディーン教会まで運ばれ、そこで大砲馬車に乗り換えられた。ユニオンジャックで包まれたサッチャーの棺の上には、二人の子からの花が置かれていた。棺の後には、海軍軍楽隊が音楽を演奏しながら追従した。 サッチャーの家族や歴代首相など要人らが待つセントポール寺院前で議場兵に担がれて、棺は内部に運ばれ暗記されると、国家、女王陛下万歳が流れる中、エリザベス女王とエディンバラ子を乗せたご両者が到着した。女王夫妻が被災の先導で聖堂内に姿を現すと、出席者から拍手が起きた。その後に指式による葬儀が行われた。 多くのロンドン市民が沿道に詰めかけ、鉄の女の最後の別れを見送る一方で、サッチャーの葬儀のために、我々の血税を使うなという抗議でもも論んで起きた。夫のデニス・サッチャーとの間に、娘キャロル、息子マークの双子の子供がいる。デニス・サッチャーは、1991年に順断釈、ベレネットになり、サーと呼ばれる。マーガレットの政治活動についても助言を行い、 妻は、夫の助言に素直に従っていたが、あくまで家庭内での夫婦関係に留め、これを公にせず、賢い妻に対して愚かな夫であるように演じていたと言われる。1982年、長男のマークは、ダカールラリーに出場中に一時行方不明となり、世界を巻き込んだ大騒動になる。その際、サッチャーは、息子が見つからなかったら、 レースを中止にさせると発言しと言われる。最終的にマークは無事に発見、保護され、ラリーは世界的に認知された。2004年8月には当時居住していた南アフリカ共和国で赤道ギニアのクーデターを企んでいた傭兵へ、資金助けを行った容疑で逮捕されたが、すぐに200万ランド、約4000万円の保釈金により保釈され、イギリスへの帰国を認められた。 2005年に1月に南アフリカ政府と司法取引をし、資金提供は認めるが、クーデターの意図は知らなかったということで、懲役4年、執行猶予付きと300万ランド、約6000万円の罰金を支払。また娘のキャロルも、今後系フランス人、テニス選手のジョーイコールウィルフリード・ツォンガに対して、差別的発言を行い問題となった。サッチャーが、 欧州会議論の立場を取っていたことは通説であるが、サッチャーは1975年の EEC 離脱を問う国民投票では残留を主張した。サッチャー政権下においても1986年に EEC を強くするための単一欧州議定書に署名した。ユーロ加盟の前段階となる ERM 加入には強く反対の立場であったことは事実である。 ことがうまく運んだとしても ERM 加入はプラスにはならない。ことがうまく運ばなかった場合は ERM 加入は状況を悪化させるだろうとサッチャーは考えていた。アラム・ウォルターズ、サッチャーの経済アドバイザーも ERM 加入はスターリング・ポンドへの投機攻撃の圧力を強くするだろうと懸念していた。ERM はカワセレートの安定どころか。 不安定化の要素だとし、ERM に加入すべきではないとオールターズは考えていた。とはいえ、財務大臣、ナイジェル・ローソンとその公認ジョン・メイジャーらの働きかけに押され、英国を ERM に加入させたことも事実である。ローソンは1987年頃からカワセレートの安定化政策を主張し始めた。1988年には、サッチャーとローソンの関係は悪くなっていた。 1980年代後半からの拡張型金融政策によって英国経済が成長していた状況下インフレ抑制を好むサッチャーと安定な為替レートを好むローソンの対立が次第に顕在化し始めた。それでも EMU に対するサッチャーとローソンの見解は一致していた。両者共に EMU には反対していた。その年の中頃にジェフリー・ハウが 閣内不一致となるスピーチをするようになった。ハウは ERM に関してローソンとほぼ同じ意見であった。1989年には、レオンブリタンが ERM 加入のメリットをサッチャーに力説した。英国が ERM に加入することで、ERM の発展を英国主導で行えるとブリタンは主張した。その年の5月にはウォルターズが公式に、 サッチャーの助言役として復帰。これによってサッチャーとローソンとの間の確執は決定的になった。ローソンはドイツマルクとの為替レートを見ながらイングランド銀行の利上げを主張。一方のウォルターズは景気を悪化させるとして利上げには反対だった。サッチャーは内閣改造によりハウを会員内総務にしローソンを留任させた。だが結局ローソンは辞任し、 ウォルターズも辞任することになる。サッチャーは公認人事としてジョン・メイジャーが適任と考えた。いつかはメイジャーがサッチャーの公認を務めるだろうとサッチャーは考えていた。メイジャーに経験を積ませたいとサッチャーは考え、メイジャーを財務大臣にした。だがメイジャーは ERM 参加に熱心になり始めた。1990年には ERM 参加のメリットは、 カ替セレートの安定だけでなく、金利を下げることでもあるとメイジャーは主張した。さらには、ローソンらとの対立で顕在化した、保守党内の内部構想について、ERM 参加によって保守党が団結でき、それが、経済にも良い影響を与え次回の総選挙に、勝てるのだともメイジャーは、バリした。最終的にサッチャーは、メイジャーらに譲歩し、変動幅フォーミュラ1での ERM 参加を、 検討した。その年に英国は ERM に加入した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。